あいつは。あいつがチャンピオン？そう、彼が連戦連勝のチャンピオン、エンデュランスさ。エンデュランス。はあ、やっぱエン様最高やな。おい、ちょっと待てよ。おかしくないか？ハセオ、どうしたの？なんで相手は3人なのにチャンピオンは1人なんだ？そこがエンデュランスのすごいところなんだ。彼は今までアリーナの戦いで一度もパーティーを組んだことがないのさ。そんなのありなのか？アリーナ規定にはリーダー1人を含む最大3人パーティーでの参加が可能とある。1人で参加しちゃいけないなんて決まりはないんだよ。普通はやらないよな、不利なだけだもの。はん、始まるぞ。なんだよ、逃げてるばっかりじゃねえか。エンデュランスの戦い方はいつもこうなんだ。まずは相手に攻撃させるのさ。何かを見極めるみたいに。んなこと言ったって攻撃しなきゃ勝てないだろ。やっちまえ。つまらないな、こんな戦いでは彼女が退屈してしまうよ。お前ら、あれが見え…アバター。そうだ、アバターはヒルミツカイにしか見えない。ハセオ？いや、なんでもない。消えてくれ、君たちはみんな醜いただの人間だ。何？チャンピオン、今何やったの？瞬殺？あんなスキルあるんだ。すごかったね。っていうか、途中から全然わけわからんって感じ。あれが上級者の戦い方なんだよね、きっと。ハセオはさすがだな。ちゃんとわかってたみたいだし。そうなの？あんなの、ん？あんなもんは戦いじゃねえよ。へ？帰る。ちょっと待っておくれよ。エンデュランスは秘文使いなのか？非分使いが愛だと一緒にいた。
なんでだ。エンデュランスが非分使いだと GU の連中は知ってるのか。聞けないよな今は。あ、オーバン。やあ、ハセオ。やあじゃねえよ。オーバン、訳を聞かせてくれ。こっちはあんたのおかげで散々な目にあったんだからな。トライエッジ、倒せなかったか。どうやらもっと強い力がないと奴には勝てないようだ。チキショ、このままじゃ。アリーナでエンデュランスの戦いを見ただろう。ああ、あいつは一体何者なんだ。奴は満たされない思いを追い続けるもの。満たされない。ある意味においてお前と同じだ。しかし奴はお前に足りないものを持っている。なんだよそれ。その答えはお前が一番よく知っているはずだ。俺はいつだって待っている。お前が。俺が。いや、なんだよ。また会おう、ハセオ。って、おい待てよ、オーバン。ちょっとあんた、こんなとこで何してんねん。お前は、お前こそこんなとこで何してんだ。慣れ慣れしく話しかけんといて。誰よあんた。サクはお姉ちゃんだよ。この PC 昨日までサクが使ってた。はあ、姉ちゃんの方か。なんや、人の顔ジロジロ見てきしょいわ。あ、わかった。あんたもエン様目当てやろ。ダメ、許さへんよ。エン様はうちと赤い糸でつながってるんやから。エン様。おい、もう急に走り出すからびっくりしたよ。あんたらうちの絵。あんた何のつもりやねん。エン様はあんたみたいなカスが口聞ける存在とちゃうんや。とっととそこどき。お前一体何者だよ。ロストグラウンドでアイダと一緒にいたのはなぜだ。さっきの戦いで出したやつはアバターか。君にも彼女が見えたんだ。だけどそれだけか。君には力がない。彼らを理解する心もない。
見えたところで大勢の中の一人には変わりない。君は何もできないまま年を取って、そして死んでいくんだ。かわいそうに、かわいそう、かわいそう。叫んな！俺に力がないだと、大勢の中の一人だと、何上から物言ってんだよ。証明してやる、俺の力を。お前をぶち倒してな。僕を倒す？どうやって？何がおかしい？無理、君にはできない。無茶だよ、あんな短歌切っちゃってさ。うるせえ、人を見下す奴は許せねえんだよ。あいつ絶対倒す。やっぱすごいなあ、ハセオは。でもさ、どうやってチャンピオンと戦うの？まずトーナメントを勝ち抜かないとね。トーナメントか。ハセオは長い道のりを歩むんだな。どういう意味だ？トーナメントは普通のフリーバトルとは別に CC 社公認で行われる公式戦なんだ。参加資格はそれぞれのコロッセオに登録した上位16組のランカーだけに与えられる。今からじゃ難しいよ。フリーバトルで勝ちまくって上位ランカーになりゃいいんだろ。あは、簡単に言うな。レベル20以上はないときついよ。パーティーも集めないと。お前らでいいじゃん。もうおいらは無理、絶対無理。なんでだよ。ガスパーは極度の上がり症なんだ。たくさんの人に見られてるって思うだけで手が震えて何もできないよ。僕はハセオがどうしてもって言うなら協力するけど。じゃあと一人か。パーティーバランス的には回復スペルが欲しいね。呪文師系の知り合いはいないの？呪文師。どうかしたか？なんでもない。とにかく3人揃わないとね。2人でも参加はできるんだろ。エン様とやらも一人で参加してたじゃん。エンデュランスは例外だってば。ハセオはともかく、僕みたいなヘッポコが真似しても勝てるわけないよ。分かったよ。あとのメンバーは俺が何とかする。見つけたら僕も誘って。じゃあよろしくね。呪文師系ね。やっぱりあいつ、いやでもな。とりあえずログアウトしてアリーナの情報でも集めるか。やっぱりこいつを誘うしか。
でもバトルとかアリーナとか嫌いっぽいよな。どうする？デルタサーバー過疎消し石星の怠け者アトリ誘ってアリーナのこと頼む。突然だったのにオーケーしていただいてありがとうございます。この前の分まで頑張っちゃいますよ。ほら、昔から備えあれば憂いなしって言うじゃないですか。ということでこんなものを用意してみちゃいました。つうかこいつ経験値稼ぐ気ゼロだね、ね、お役立ちでしょ。ああ、悪いな。今日は早起きしていろいろ準備してきたんですよ。こういうのなんだかピクニックみたいで楽しいです。そうか。まあ機嫌も良さそうだし、意外にすんなりと引き受けてくれそうだな。手早く獣人像まで攻略してアリーナの話を切り出してみるか。長谷尾さん、行きましょう。獣人像を目指すならこっちが近道だな。あ、待ってください。こっちの道にしましょう。あ、そっちは行き止まりじゃないのか。いいからいいから。大きな機械があるの分かりますか？ああ、分かる。あの機械、
紋章法って名前なんですって。昔人間たちはあの機械にアウローラの力を込め、神々の国へ向けて撃った。神々は仲間の力によって滅んでしまい、人間は神殺しという罪を背負うことになった。それってあれだろ、公式ページの世界観とこに載ってるやつだろ。そんなの単なる設定。でもこの世界にとっては現実です。それにたとえフィクションだったとしても、この場所で私たちが感じる痛みや悲しみは現実のもの。感じねえよんなもん。それはきっと意味のあることだと思うんです。はあ？だってそうやって私たちとこの世界はつながっているんだと思うから。そんなんお前だけだっつうの。もしかしてつまらなかったですか？足りねえだろ。あの長谷尾さん、なんかよくわかんねえけど、そんな考え方もありなんじゃねえの？はい、じゃあ次行きましょう。次。蹴散らしてやる。あっ、ほら、うん、あっ、とどめだ。武将陣、あっ、ほら、うん、あっ、武将陣、あっ、ほら、うん、ほら、武将陣、あっ、ほら、武将陣、あっ、ほら、うん、うん、ほらよ、うっ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 、あっ、武将陣、あっ、ほら、うん、あっ、ほら、うん、武将陣、無様なもんだぞ。そんな話すほどのもんじゃねえよ。教えてくださいよ。私はちゃんと教え、あ、言っちゃった。大きな声出したからかな。私たちも行きましょうか。こいつやっぱ苦手だ。
きます。武装陣蹴散らしてやる。ラッコラ、うん、武装陣。ラッコラ、うん、ラッコラ、ダメだ。武装陣。ラッコラ、うん、ラッコラ、ダメだ。ラッコラ、うん、ほら、ほらよ。武装陣。蹴散らしてやる。武装陣。ラッ、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 ラ蹴散らしてやる。武装陣。ラッコラ、ヘンヘン、とどめだ。ガロア、ラッコラ、ゴッゴッ。武装陣。ラッコラ、ヘンラッコラよ。武装陣。ま、ざっとこんなもんだな。武装陣。ラッコラ、ヘンヘン、とどめだ。ラッコラ、ヘン。武装陣。ラッコラ、ヘンコラ、ほらよ。ラッコラ、ヘンコラ、ほらよ。ま、ざっとこんなもんだな。ザ・ワールドの世界では、人は蒸気文明に支えられています。その蒸気の力は、
このチムチムが人に分けてくれている。ゲームの世界観の話だろ。そう。でも私も長谷尾さんもここにいる。この場所でザ・ワールドで生きてるんです。だからゲームの中だからって感謝とか思いやりとか忘れちゃダメだと思うんです。ちゃんとまっすぐにこの世界と向き合っていかなきゃダメだと思うんです。長谷尾さんはザ・ワールドでまっすぐ向き合えるような人と出会ったことがありますか？あ、私にとってそれは榊さんなんです。もちろん長谷尾さんも。じゃあ行きましょう。いや、あとちょっと頑張ってくださいね。もうすぐ着きますから。ああ、何が？このお花ですよ。ね、すごいでしょ？お花畑みたいでしょ？長谷尾さん、お気に召しませんでしたか？いや、すげえな。お花畑よりもあんたがすげえよ。でしょ？ここ、私のおすすめスポットナンバー15なんです。ベスト20とかあるわけ？いいえ、全部でナンバー132まであります。ああ、そう。先行こうか。はい。あ、今度はなんだよ。ラッキーアニマル。何？あれは、ついてるぜ、金ウダ。ダメー！は？ダメです、長谷尾さん、ケッチャかわいそうです。こらえろ、俺我慢だ。ここで切れたらアリーナが。そう、それもそうだよな。かわいそうだよな。そうです、こんなにかわいいのに。くそ、キング。こうやってのんびりお散歩してるのがこの子にとって一番幸せだと思うから、だからそっとしておいてあげましょう、長谷尾さん。じゃあ先行くか。はい。
ごめんなさい。経験値そんなに稼げなかったですよね。まあたまにはこういうのも悪くないさ。よかった。私経験値稼ぎってそのあんまり好きじゃないんです。数字ばっかり気にかけて周りの素敵なもの見えなくなっちゃうでしょ。そんなのなんだかもったいないじゃないですか。お前さ、アリーナとか行ったことある？いいえ、行きません。 PC 同士で戦うなんてなんだか怖いですし。そうか？人を倒してランクを稼ぐなんて私、はっきり言って
嫌いです。でもなんだあれだ、お前ももう少しザ・ワールドのことを勉強した方がいいぜ。一つ聞いてもいいですか？なんだ？長谷尾さんは人に勝つことが好きですか？何言ってんだよ、嫌いなやつなんかいないだろ。私は嫌いです。っていうか勝てた試しがないんだけど。でもいつも負けてるから、負けた時の辛さはわかるんです。この場所、私が始めたばっかの頃クエストに使われたエリアなんです。タイムアタックのクエストだったんだけど、私こんな性格だからダントツのビリで、みんなにすっごいバカにされちゃったんです。それ以来競争とかのイベントには参加してません。だからアリーナも嫌いってわけか。アリーナだけじゃない、人よりレベルを上げて、人よりいい武器を求めて、その先にあるのは何ですか？力を誇示して相手を打ち負かして、そこから何が生まれますか？ RPG で強くなりたいってのは当然の欲求だろう。だけど長谷尾さん、それだってゴールはないんですよ。ちょっと立ち止まって足元に咲く花とか綺麗な景色とか、そんなザ・ワールドの出会いを楽しむことだってとっても大切なことだと思うんです。出会いだと？立ち止まってだと？無理、限界。バッカじゃねえのお前。こんなもの、こんなもの、こんなもの。いいか、こんなもんただのデータなんだよ。ポリゴンにテクスチャー貼っただけのただのフェイクなんだ。こんなハリボテ世界のどこが綺麗だって言うんだよ。長谷尾さん、このザ・ワールドで唯一リアルなのはな、プレイヤーだけなんだよ。より強くなって相手を打ち負かす、それが俺たちのつながり方なんだ。こいつはそういうルールなんだって。それが悪いのかよ、答えろよ。どこが悪いか言ってみろよ。そんな、帰る。え？紛らわしいんだよお前は。二度と俺の前に姿を見せるな。くそ、シナの顔で立ち止まれとか言うなよ。アリーナの3人目の当てがなくなっちまったな。カナードのアットホームに行って報告だけはするか。